肘打ちなしのブラックルールで行われるこのプレリミナリーファイト第1試合はフェザー級3分3ラウンド、赤コーナーが福田匠、青コーナー大岩隆成、いずれもこれが2戦目です。デビュー戦はいずれも両選手ともに勝利を飾っています。福田がクロスポイント大泉23歳、大岩は、カナロアジム22歳です。身長では福田の方が8センチほど上回っています。ラウンド1、第1ラウンドが始まっています。ともに右のオーソドックススタイルです。両選手ともにデビュー2戦目、前蹴りを見せました福田。ローキック福田がまた右の足を出します。前蹴りは大岩、かなり両選手ともに相手の出方を伺っている印象です。慎重な感じ。福田がまた右のローキック、大岩のローキック、ほとんど両選手まだパンチを出していません。お互いにキックで様子を見ている感じ。ローキックを見せる大岩、福田もローキックを見せています。ようやくここで福田がジャブを伸ばしました。前蹴りは大岩、ここはパンチの応酬です。そして組んでお互いに膝を出す、肘打ちなしのブラックルールです。プレリミナリファイトの第1試合、フェザー級3分3ラウンド、まだお互いに相手にダメージを与えるようなキック、パンチは決めていません。福田23歳、大岩22歳。今度は福田の右のハイキック、じわじわと出る福田。第1ラウンドは残り1分です。前蹴り大岩、身長では福田が8センチ上回っています。ここはこかしたのは福田です。プレリミナリーファイトの第1試合、フェザー級のブラックルールの3分3ラウンド、第1ラウンドが行われています。共にデビュー2戦目、デビュー戦は勝利を飾っている両選手。前蹴り、これはノーダウンです。福田の前蹴り、しかしいいタイミングで決まりました。ちょっと動きが激しくなってきた。お互いに膝を出している。ダウンにはなりませんでしたが、先ほど福田の強烈な前蹴りが見られました。右のストレート、大岩のパンチです。今度は両選手パンチを出している。第1ラウンド終了です。こちら青コーナーの大岩隆成、岐阜県の可児市の出身、カナロアジムです。デビュー戦勝利を飾っています。赤コーナーの福田匠もデビュー戦は勝利を飾っています。デビュー戦ノックアウトで勝利、福田の方はノックアウトアマチュアアダルト60キロ級のトーナメント、今年の5月に行われた大会で優勝、第40回の K1 アマチュア B クラス60キログラムのトーナメントでも優勝を飾っています。ラウンド2、第2ラウンドが始まりました。ダウンにはなっていませんが、第1ラウンド鮮やかな前蹴りを決めた福田。プレリミナリーファイトの第1試合、ちょっとこの第2ラウンドは両選手動きが激しくなってまいりました。フェザー級ブラックルール、
単調になるから、単調リズム狂わせて。ここはお互い様子を見ています。相手の出方を伺っている印象。お互いローキック、ミドルを出した大岩、この足を取ろうという福田です。福田拓海と大岩流星、おっとお互いにかなりパンチが決まっている。これはしかしノーダウン、ノーダウン。右を出した、右を出しました。右のストレートをフック、福田。第1ラウンドに比べてお互いにかなり積極的に攻撃を試みるような展開になってまいりました。うん、これはバランスを崩した福田。大岩の前蹴り出る、右、右のストレートを放った大岩。ここは首相撲の体勢になっています。レフリーが分けます。ブラックルールの 3.3 ラウンド、お互いにミドルを出しました。今度はここは組んで膝を出す福田。前蹴り、これがいいタイミングで伸びてきます。福田匠の前蹴り、ラスト1分、第2ラウンドも残りは1分です。3分3ラウンド、ブラックルール肘打ちなし。今攻めようとしているのは大岩、またお互いに膝蹴りを出しています。これはうわーブレイクです。お互いにかなり有効なパンチもありました、この第2ラウンド。ただそれほどダメージを与えるところまではいっていない印象。またレフリーがこれは分けます。フレリーミナリーファイトの第1試合、ブラックルールのフェザー級3分3ラウンド、これがパンチはお互い相打ちという感じです。もう時間はほとんどない第2ラウンド、第2ラウンド終了です。第2ラウンドの中盤、お互い激しくパンチを出し合ったチームです。この第2ラウンドは身長では劣る大岩もかなり積極的に接近してパンチを振るっていました。さて第3ラウンドです。共にデビュー戦は勝利を飾っている福田と大岩、これが2戦目。23歳、福田拓海、そしてこちら青コーナーの大岩流星は22歳。第3ラウンドが始まりました。まだ両者相手にかなりダメージを与えるような打撃は決めていません。ローキック、そして前蹴り、福田、大岩が出てきます。大岩が出てくる、出てくるところを迎え、おっと大岩の右のフック、ここはしっかりと福田が大岩をこかす格好になりました。大岩がかなり左のハイキック、ミドルキックを見せています。あ、いいタイミング、左ストレートが伸びてきた。福田のパンチです。あ、右ストレート、また福田のパンチが当たっています。身長で勝っている福田、おそらくリーチも福田の方が長い。あっと、これはちょっと急所に当たりましたかね。苦しそうな表情ですが続行です。なんとか内に入り込んで
パンチをあるいはキックを決めたい大岩です。赤コーナーが福田、青コーナーが大岩、ともにデビュー2戦目プレリミナリーファイトの第1試合です。大岩がバランスを崩しました。右のローキック大岩、ブレイクです、ブレイクです。右のストレート、そして右のフック、大岩がパンチを振るいます。まもなく残りは1分になります。こちら大岩流星、なんとかパンチを振るいながら前に出ていく大岩です。こちらは福田匠、あっといいパンチ、福田のいいパンチが大岩の顔面を捉えました。ただ交代しながらのパンチという感じにはなっています。福田なんとか距離を詰めようという大岩、右のストレート、残りは30秒です。ノックアウトブラック、フェザー級サプション3ラウンド、プレリーミナリーファイトの第1試合。あっと左右のパンチ出るのは大岩、交代しながら福田もパンチを返しています。もう残り時間はほとんどない。もう時間がない、試合終了です。ともにデビュー戦は勝利している福田匠と大岩流星、果たしてデビュー2戦目2連勝になるのはどちらの選手か。この試合は延長はありません。どちらかが判定勝利あるいは引き分けということも考えられます。このあたりはかなり大岩が距離を詰めてパンチを決めました。下がりながらもパンチを出す福田ではありました。このあたりのワンツーなども大岩には勢いがありましたが、果たして3ラウンドトータルでどういう採点になったか。採点の発表です。お待たせしました。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ和田30対29、赤福田。まず福田に1票です。ジャッジ翔29対29、ドロー。2人目はドロー。ジャッジ山根30対29、赤福田。2対0、際どい判定になりましたが福田が判定で勝利です。福田これでデビュー 2勝ということになりました。大岩は1勝1敗、お互いに健闘を称え合っています。プレリーミナリーファイトの第1試合、ノックアウトブラックフェザー級3分3ラウンドは福田匠が大岩流星を判定で下しました。選手退場。